すごいシンプルなんですけど、このブロックを作るのに今うちのスタッフが4人ぐらい現地に泊まり込んで作っていて、3ヶ月半もう今ね3ヶ月あと1ヶ月半かかる。じゃあ実際、まあ、今後これがまあ最初 の、 あの住宅完成する住宅なんですけど、うん、実際あの、まあ、今後、うん、そのメソッドだったりとか、はい、工法を、進化させていって、そうですね、まあ、あのリードタイムっていうか作るために短くなっていく。そうですね、あの今、僕ら初め、実験をしているので、あの手で全部やってるんですが、部分的に機械化することっていうのはもう考えられているんですよ。で、あの僕がやりたいのはこの住宅よりも、これは美術館とか教会とかにすごく合っている工法だと思いますね。なので少し大きめのものであれば全部これを機械化することが可能なんですね。なのでそれを次にやりたいなと思ってますね。どこで作るんですか？これも中国ですか？もうどこでも。あ、そっか。あのエコっていうかサステナブルにするんだったら、うん、そんな遠いところで作ったら意味ないですよ。そう、あ、だ現地のものなので、はい、どこでも作れるんです。ですね、はい、中国だろうが、ロシアだろうが、アメリカだろうが、ヨーロッパだろうが。It doesn't matter where you are, whether Europe, China, Japan, US, anywhere that you could use the local soil to create that block right there. So it's sustainable because you're using the local material. そう、あの日本って今までお金とか物資をこう海外に輸出したり、ボランティアで出してたりした。そうじゃなくて、僕はそのノウハウ、要はノウハウはあの物じゃないから、いくらでもこう渡せるわけですよ。インターネットでも渡せるし。そう。で、じゃあ例えばじゃあアメリカでこれを作ろうって言ったら、僕らが持っているノウハウがあればよくて、でそれを指導していく、まあ、僕であったりうちのスタッフが行って作り上げていくってことをすれば、それはできると思います、ね。まあ、安藤忠雄さんもそういえばそのアメリカでいろいろコンクリートをやるときも、やっぱりその現地にそのノウハウっていうのがすごい大切なので、人から人への、人から人への、その知識伝達っていうことですね。そうですね。I just mentioned Ando, Tadao Ando, who's created these concrete museums or other buildings in the U.S., and he sent out the actual staff or people to oversee that concrete block process. So this is very much in line with that kind of knowledge sharing.来年の1月か2月か。January or February next year.例えば海外から見に来たいっていう人がいれば、あ、もう全然っていうのはクライアントもオープンだから一緒に作ってる。クライアント is very open about it. So, if anybody's watching this and if you want to come from overseas, we do have English speaking staff and they will be happy to show you this resident. じゃあ海外で今作りたいって言ったら、例えばアメリカで誰か作りたいって言ったら、全然 OK で、今ですね、現実的に日本人で、そう。やっぱり土で作りたいってクライアントがもう出てきていて、でこの僕はいくつか試したいやり方があるんです、土のやり方で。でもう一つ違う作り方で、それはやろうっていう話をしています。もうすぐ契約しないといけない。見えてないです。